東北大学留学生ヘルプデスク、学生による学生のための相談窓口。留学生の皆さん、ようこそ東北大学へ。仙台という新しい町で始まる新しい生活に、たくさんの楽しみや期待を抱いている学生さんが多いと思います。しかし、日本での生活の中で混乱して困ってしまう問題に直面することもあると思います。例えば、どうやってアパートを探せばいいか、どうやって自分の国から銀行口座のお金を下ろすことができるか、携帯の SIM カードはどうやって手に入れればいいか、自分のもとに日本語の書類が届いたけど内容がわからない、自分の母国語でサポートを受けるにはどうすればいいか、このように何が何だかわからなくてどうすればいいか混乱することもあると思います。そんな時の皆さんのために、東北大学には留学生ヘルプデスクが設置されています。留学生ヘルプデスクは、日常生活で困ったことが起きた時に様々な質問や相談をすることができる留学生のためのワンストップサービスです。ヘルプデスクは日本人と留学生を合わせた学生スタッフによって運営されています。大学生活のこと、日常生活についての質問や相談、日本語で書かれた書類の翻訳など、さまざまな内容の相談を受け付けています。ヘルプデスクはいつでも日本語と英語での相談を受け付けているだけでなく、さまざまな言語でのサービスを行っています。例えば、このようなケースにも対応しています。エデュロームへの Wi-Fi の接続方法、年金や健康保険など郵便物の日本語の内容、アルバイトや奨学金、アパートに関する情報が得られるところ、クレジットカードの申し込み方法、これ以外にも様々な相談や質問に対応しています。私たちヘルプデスクは、川内北キャンパス教育学生総合支援センターの2階教務課のすぐ隣にブースがあります。ヘルプデスクのサービスが受けられるのは、4月と10月は平日の10時半から17時まで、それ以外の月は平日の12時から17時までとなっております。また、こちらの E メールアドレスからも相談や質問を受け付けています。また、イベント情報やヘルプデスクの詳しい情報は毎週 Facebook ページで更新されています。こちらのアドレスからぜひチェックしてみてください。多くの学生さんのご利用をお待ちしています。